はい、ご本人からの承諾も得ておりました。しかし、その希望は理事会における自民党の反対でかないませんでした。私が各種委員会で元国会事故調の委員を呼ぼうとして拒否をされましたのは、これで5回目、ないしは6回目であります。多くの同僚議員も同じ目に遭っております。よくわからない理由で自民党等に拒否をされ続けているのであります。国会事故調は2011年12月に、国会で新たな法律を議員立法で作ったという形で設置されました。6ヶ月間で調査をするように命じられて、2012年6月28日に報告書が出されました。6ヶ月間の調査中、国会議員は接触を禁じられ、終わった後も参院委員会に委員たちを呼べない状態が11ヶ月続いております。事故調がその勧告の第一として、調査を国会が継承するように求めているという事実があるにもかかわらず、我が参議院としてこれに応えられていないという不誠実であります。そもそも委員の人選は自民党を含む各党の協議で行われました。国民のために国会が事故調で仕事をするのにふさわしいと選んだ人々であります。この人たちを今国会に元事故調調査委員だから、事故調委員だからという理由で呼べないのであります。こんなバカな話がありますでしょうか。事故調の言うところの癒着の一部に自民党が積極的に関わっているということを疑われても仕方のない事態になっています。自民党が現職村の一部でないのなら、また安全神話の復活のために国会自身が選んだ有識者の意見を封印することが目的ではないのなら、直ちに態度を改めて国会として委員たちを、そしてその知識と経験を生かしていただくということをお願い申し上げたいと思います。さて、今朝の時点で崎山さんを参考人として呼べないことが判明いたしましたので、私の質問状を送り、その回答を崎山さん本人から送付いただきました。ここでこれを公表することに同意いただいております。その内容を申し上げます。1の質問。事故調査報告523の記述で、電気事業者は学会に対しても様々な働きかけをしてきたとあり、国際会議出張費の負担や、都合の良い研究支援を行ってきたとあるが、このような結論を導き出すに至った資料に参考人は目を通したのか。答え、はい、電事連のたくさんの資料に目を通し、重要と思われるところを報告書に書き写しました。これは今日の資料でお出ししております。2、その中で、被害影響に関する研究に関し、最近 EU を中心に科学的知見が不十分であっても、予防原則の観点から厳しい放射線基準用語にすべきだというようなことが言われている中で、厳しい放射線防護要求とならないよう研究を進める必要があるとあったのは事実か。そして現在でもこれは続いており、政府の政策はこのような観光、文化に引きずられていると思うか。答え、はい、その通りに書いてあったことです。そして、文化、観光に引きずられているかということについては、そう思います。ただ、電力会社だけがイニシアティブを取ってそうしているのではなく、政府も原子力政策を進めていく上でそうする方が得策であると考えていると思います。それは2011年11月の文科省から、小中高校生に配布された放射線等に関する副読本の内容から見ても明らかです。また、事故以前から文科省が放射線教育フォーラムを通じて、学校の先生に対して行っていた放射線安全教育からもわかります。また、ICRP 委員は、政府の放射線審議会、原子力安全委員会、学会の顧問等を兼任しておられる方もいますので、放射線研究者には大きな影響力があると考えます。3、子どもの放射線被曝に対する感受性は大人より高いか、それはどの程度だと言われているか。これは発表する人によって随分違います。国会事故調報告書では、米国科学アカデミーの低線量電離放射線被曝の健康リスク委員会からの報告書、BA7 のデータを採用しています。それによれば、例えば0歳の女の子は、40歳の男性の約7倍、40歳の女性の4倍感受性が高いとなっています。また、ドイツ、スイス、イギリスの原発周辺に住む5歳以下の子どもに、小児白血病が統計学的に優位に上昇しているという報告もあります。この場合の線量は年間1ミリシーベルト以下です。さらに、イギリスの自然放射線が高い地域に、子どもの白血病が増えているという報告があり、年間5ミリシーベルトで統計的な優位差があります。4、現在の福島県で周辺地域の線量から考えて、母子避難をしている人々は大げさであり、過剰反応だと考えるか。答え、上に述べたことを考えれば、子どもの将来のために避難したいと思うことは、母親にとって自然な感情だと思います。5、政府や福島県が健康リスクを
子どもの甲状腺がんに限定し、甲状腺の超音波検査のみ行っていることに対し、どう考えるか。答え、山下氏等がまとめた報告書、チェルノブイリ事故後10年の中にある論文では、甲状腺刺激ホルモン、甲状腺ホルモン、抗サイクロブリン、抗マイクログルブリンを調べています。このうち ATG-AMG は上昇しており、TSH と T4 の値から、甲状腺機能亢進症は 0.14%、甲状腺機能低下症は 0.13% に見られたとしています。すなわち、甲状腺細胞の障害により、自己免疫疾患となり、機能異常が引き起こされているというものです。増えたのは、がんだけということではないということです。6、予防原則に立つとはどういうことか。放射線の影響は時間が経ってから現れ、しかも遺伝子の変化ですから、変化が出てしまってからでは元に戻りません。それから対策を立ててもすでに遅いのです。低線量放射線の影響はチェルノブイリ事故で明らかにされているので、その影響が出る前に対策を立てておくのが賢明だと思います。7、他の異常として国際的にどのような疾病がリスクとして考えられているか。ヤブロコフ等著で、ニューヨーク科学アカデミーから出版された調査報告、チェルノブイリ被害の全貌という本があります。ちょうどこの4月に岩波書店から翻訳が出ました。それによりますと、あらゆる臓器に障害が現れます。免疫力が低下することによる感染症の増加、チェルノブイリエイズとも言われています。消化器系、心臓血管系、呼吸器系、内分泌系、神経系疾患などが増えています。特に子どもの体が弱くなって、一人でいくつもの疾患を抱える子どもが多いということです。これは若年性の老化とも言われ、深刻な問題です。国会事故調の第7回委員会で、ウクライナ非常事態省、水水門研気象 学局、中央地球物理観測所副所長の田場千西も、同様なことを証言しておられました。では、それはどういうふうな形で、この異常を調べればよいのかという質問に対しましては、答えは、障害が起きるのは甲状腺がんだけだという先入観を捨て、体全体の機能について丁寧に診察していくことが必要ではないでしょうか。心臓血管系の変化は心電図や眼底検査を行えば、子どもの体への侵襲がなく、有用な情報が得られると思います。以上です。私は、崎山さんは低線量放射線被曝の影響が完全に明らかになっている、いない現状では、予防原則に立ってあらゆる可能性を排除することなく、原発事故の被災者たちの健康を守り、異常の早期発見をするために血液検査等の全般的な健康モニタリングが必要だと訴えておられるだけだというふうに思っています。それなのに、事故調報告書521ページからの数ページに明らかなように、電子レンをはじめとする業界は長年にわたって都合の良い意見を、安全基準を緩めるために働いてくれる御用学者たちを多数要請してきました。そして、その人々を使って予防原則に立って国民を守ろうとする意見を封殺してきたということです。資料に当該部分がございます。パネルをご覧いただきたいと思います。このパネルはですね、事故後の血液検査の有無を表しています。チェルノブイリでは山下俊一さんら自身が、日本の笹川財団の費用を使って血液検査を行いました。東海村の JCO の事故後も、1ミリシーベルト以上の人々には血液検査を行いました。また、範囲の外の人でも希望者には診断をやりました。なのに、福島の事故の後ではその必要性は各界のや、また被災者から訴えられているのに、その願いは退けられ続けています。石原大臣、それはなぜですか。あんたは政党にいた時じゃないか。石原環境大臣。若干事実誤認ではないかと思うんですが、一次検査の後、これ甲状腺の一次検査でございますけれども、その後二次検査で血液検査は実施をさせていただいておりますし、政府としてですね、福島の子どもたちの支援というものにはこれからも万全で当たらせていただきたい、こんなふうに考えております。詳細については医者でございます保健部長もおりますので、お聞きいただければと存じます。はい、谷岡邦子さん。はい、これは超音波検査で異常が見つかった人にのみ血液検査をしているわけなんですね。もっと広範な病気を対象とすることが必要だと再々この予算委員会でも申し上げてまいりました。私はエイズを思い出しています。帝京大の安倍さんが山下俊一氏にダブります。厚労省の松村さんが現在の環境省の佐藤さんや復興省の水野さんにダブって見えます。
リスクを心配する声が上がり、子ども被災者支援法が政府の責任ある実践を求めているのに、必要な対応が今もなされていないのは明らかに違法であり、そして未必の行為だと思うのです。そして告発に値する行為だとも思っております。やはり現政権は現職村の一部なのでしょうか。安全神話を復活させているのでしょうか。国民がそう思っても仕方がないような事態が進行していると思います。総理、全国会が全員一致で通した子ども被災者支援法は、予防原則に立って被災者の健康を守るために国が責任を果たすことを求めています。しかし、18歳以下の子どもの甲状腺に絞って検査をするなど、今は全くその責任が果たされていないと思います。地域を広げ、年代を広げ、疾病障害の範囲を広げて、可能性をみだに排除することなく健康診断、検査を行っていくべきなのに、全く不十分だと思いませんか。特に若い女の子たちは、今、子どもが産めるのだろうか、乳がんにならないだろうかということを大変心配しております。いかがでしょうか、総理。はい、それじゃあ、環境大臣。総理の個人的な見解、また総理のご見識は後ほどお聞きいただきたいと思いますが、県民健康検査というのは決してその甲状腺検査だけをですね、念頭に置いているものではございませんし、私も福島医大のこの点につきました先生方に今委員がご指摘をされたようなお話も国会等々で十分聞かせていただいておりますので、率直に専門家、放射線の専門家とも議論をさせていただいてまいりました。そしてこの検査の内容というものについては、地元の方々とその放射線の専門家の方々が決めて、それを国際的にもアンスケアの方でオーソライズしていただいたものであると、そしてその全員の方々にそのようなことをやるんであるならば、そのことをまた違うことに、医学の専門家の立場から違うことに、させていただいた方が私はいい、こんな意見も聞いてまいりましたので、この点につきましては私専門外でございますので、やはり専門家の皆様方、医師あるいは放射線の専門家の方々の大多数、すなわちいろいろな意見があることもまた事実だと思います。ただいま委員が自己調の委員の方のお話を披露されましたけれども、私もそれは一つの見識であると思います。ですから数多くの識者の見識というものを取り集めた形の中で、適宜適切な対応を取っていくということが望ましいものだと考えているところでございます。はい、総理大臣。ただいま石原大臣が答弁したとおりでございますが、もちろん、被災地の子どもたちの健康については万全を期していかなければならないのは当然のことでございます。子どもたちの健康について不安を抱いている方がおられることを踏まえてですね、国民とのリスクコミュニケーションなど、福島県の内外を問わず、実施をしている健康不安対策に向けた取り組みを施策パッケージに盛り込んでいるところでございますが、万全を期していくと同時にですね、さまざまな専門家の知見を集めていくということも重要だろうと、このように思います。はい、谷岡久美子さん。はい、石原大臣がおられた専門家なるものこそ、この崎山さんが告発されてある方々であるということであり、そしてその崎山さんをこの国会に呼んでいただけなかったという事実が、もうどういう方向へ行こうとしているのかという事実を示しております。そして子どもの血液検査も尿検査も行われていないという事実を指摘しておきたいと思いますし、それが必要だということを申し上げ、緑の風はこのような事実のねじ曲げ、真相隠しが行われていることは断固認めないということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。はい、以上で谷岡久美子さんの質疑は終了いたしました。次に福島みずほさんの質疑を行います。はい、福島さん。はい、社民党の福島みずほです。今朝の朝日新聞